Driven from our homes by the toxic spores, we kept wandering, looking for shelter. But not in our wildest dreams did we imagine what we would find.1990X 年、世界は毒の胞子に包まれた。すべての文明は崩壊し、果てしない荒野が世界を覆ったが人類は滅びてはいなかった。だが、この世界では毒の胞子がすべてを支配していた。そんな世紀末の世界に一頭の巨獣が立ち上がる。背中に土地を背負いし獣にして荒野の救世主、その名もオンブ。毒の胞子が吹き荒れる狂った世界を相手に、オンブの怒りの足が大地を揺らす。ということで今回からはこのオンブと共に文明が崩壊した世界を生き抜いていくよ。オンブの背中を拠点として、ここに街を作っていくよ。怪獣の背中に街を作るって正気かよ。海抜が低いところはすでに毒の正気が溢れているから高いところに街を作る必要があるのだ。幸い、オンブの背中には木と石がある。最低限の資源は揃っているから簡単な建物なら作れるよ。だが活用できる土地は限られているな。今までのように野放図に開発していくことはできないね。とりあえず、周りの木を切って資源を集めよう。伐採は開拓生活の基本だぜ。ここら辺を町の中心にするから、ここにある木も伐採しておこうかな。あとここにある岩も砕いて石にするよ。伐採用の斧と採石用のツルハシは、開拓者の基本装備だから最初から持っているぜ。さて、それじゃあみんなには仕事をしてもらいましょう。お、動き出したな。ちゃんと木を切っているね。すげえ滑らかに木を切っているぜ。アニメみたいだ。まあ言わんとすることはわかる。こっちでは石を採掘しているな。こっちも滑らかに採掘しているよ。む、ひときわでかい岩があるな。ああ、それは岩じゃなくてオンブの角みたい。傷つけるとオンブが怒るから触らない方がいいね。だが一応資源として石が取れるみたいだな。ガチのマジで石が足りないときはここから採掘するしかないね。お、どうやら伐採が終わったみたいだぜ。採掘の方も終わったみたいだから次は家を建てようか。住民も家を欲しがっているような吹き出しを出しているしな。最初に作れる家はテントだね。最低限の雨風はしのげるって感じの住居だな。テントは1棟につき2人が住めるから、とりあえず10棟作っておこう。今の住民は16人だから8棟で足りるのでは。どうせすぐ増えるし、最初から多めに作っていた方がいいでしょ。まあ好きにすればいいさ。お、住民が資材を運んでいるな。着々とテント作りが始まっているよ。一棟完成したな。住居には居住者の毒を防ぐボーナスがあるらしい。質のいい家ほど毒の耐性が高くなるから、家の質は軽視できないな。まあ今はテントしか作れないから、これで雨風毒をしのいでいこう。テントを建て終わったけど次は何を作ろうか。お、研究所があるじゃねえか。こんなん今までの経験で次に作るのは研究所一択だぜ。仕事の効率を考えて住居のすぐ近くに建設するぜ。研究所があれば何か新しいものが作れるようになりそうだね。む、よく見るとほとんどの住民が手持ち無沙汰で棒立ちだな。ここは新しい仕事を与えてやるとするか。今何の建設指示を出したの？労働事務所だ。労働事務所に配備された住民は、収穫、運搬、建築といった基本的な労働に従事することになるぜ。今でも従事しているけど、いろんな職場が増えると、それに人手を取られて、知らない間に基本労働の人手が足りなくなっていたってことがあり得るだろ。それを防ぐための労働事務所だ。なるほどね。研究所が完成したよ。あれ、研究対象が勝手に出てきた、しかも二つだけ。それは住民がおすすめする研究みたいだな。ツリーを開くと自分で研究対象を決められるぜ。ツリータイプの研究項目か。最初に研究できるのは4つだけみたいだね。まあ最初の研究は住民もおすすめしてきた調理場にしようか。調理場があれば温かいご飯が食べられるからな。住民が歩きやすいように道も作っていこうか。あ、マリサ、労働事務所ができたみたいだよ。うむ、石と木から作られただけの建物とは思えない出来栄えだな。まあ開拓者ならこれくらいの建築技術がないとね。労働施設には作業員の数が設けられている。そして作業員の数は我々の方で設定が可能だ。
労働事務所の場合は5人まで作業員を配備できて、今は2人がこの事務所に所属しているぜ。専門分野ってところから仕事の内容が変えられるみたいだね。とりあえずデフォルトの一般作業員にしておくか。私も詳しくは知らんが、一般作業は運搬、収穫、建築をすべてやるんじゃないかな。詳しくは知らんけど。詳しくは知らんという予防線よ。さて、家はもういいから次は食料を調達しないとな。あちこちにベリーの茂みが群生しているから、あれを積んで食料にしようか。というわけでベリー採集小屋を作るぜ。効率っていう数字が出てきているね。この建物の周りにベリーの茂みが多いほど、多くのベリーが採集できるんだろうな。効率 49% か。50超えないのは渋い値だね。他にもベリーが自生しているところがあるが、どれもさっきの場所には及ばないな。10% とか 20% とかって数字を見ていると、効率 49% ってむちゃくちゃ高いんじゃないかって思えてきたよ。結局最初の場所に建設することにしたぜ。住宅地から離れすぎてもいないし、案外いい場所なんじゃない？それじゃ建築を頑張ってもらうか。ベリー採集小屋までの道も作るように指示を出したら、みんな道作りに集中してしまったぜ。小屋の建設が進んでないよ。そんな時は優先度を上げよう。優先度はここの上矢印で上げることができるぜ。今回は優先度を最大にして待つぜ。道を作っていた住民たちがベリー採集小屋の方にやってきたね。道より先にベリー採集小屋が完成したぜ。お、首都のおっさんでも見逃しそうな速さで住民が着替えをしたね。畑仕事用の作業着かな。ちょっと仕事ぶりを見てみようか。お、ちゃんとベリーを収穫しているぜ。ふーむ、どうやら見た感じ、ベリーは伐採しない限りまた採集ができるみたいだね。また実をつけるまで待てばいくらでも取れるわけだ。ベリーは安定した食料と認定するよ。これで食料の確保はできるようになったが、食料や物資を保管する場所がないな。物はまとめておいておかないと、利用するのに不便だぜ。というわけで食料保管庫を建設しよう。ふむ、採取したベリーがそこに保存されるわけだね。ついでに給水タンクも建設しておくか。水分は大事だからね。ところがどっこい、ここの開拓者たちは水分補給は食事だけで済ませてくれるぜ。じゃあなんで水があるのさ。水は農業で必要なんだ。水がないと農作物が育たないんだぜ。つまり最終的に水が食料になるというわけだね。そういうパターンのやつだな。ま、農業に必要なのが水だけなら余裕ですわ。さっさと井戸を掘って。井戸は掘れないぜ。なんでそう？ここはおんぶの背中だからな。地面を掘ってもおんぶの血が吹き出すだけで水は得られないぜ。そうでした。水は大気中から集めるんだぜ。この空気井戸を建設すれば水が手に入る。すげえ、これぞ未来の技術。ま、農業を始めたら空気井戸も作っていこう。お、食料保管庫ができたね。これで食料をまとめて保管できるな。あと給水タンクもできたね。水はこの集落の生命線だから、切らさないようにタンクを多めに建設した方がいいかもな。食料庫はすべての食べ物を50個ずつ保管できるみたいだ。貯水タンクは100の水を蓄えられるみたいだね。タンクはともかく食料庫の保管設定はあまりありがたくないな。すべての食べ物を50個ずつしまえても、今の食べ物はベリーしかないからな。実質、今はベリーを50個保管する建物になっているぜ。確かに。ここは早めに食料の種類を増やして、食料保管庫が役に立つようにするか。お、今建てようとしているのは農場だね。おんぶの背中には草原の土地と泥の土地の2種類がある。野菜は草原の土地でしか育たないから、農場は緑が多い土地に建てるといいぜ。ちょっと悩んだが最初の農場はこの場所に建てるか。まあ遠くの方に建てる意味もないし、近場からどんどん開発させていっていいと思うよ。農場を建てると水を消費するから、空気井戸も建てないとな。さっき言ってた未来の建築物が早速登場だね。備蓄も考えて2つ作っておくか。お、農場が完成したな、と思ったけどなんだこの振動は。あ、マリサ、眠りについていたオンブが目を覚ましたよ。なんだって？オンブが今立ち上がろうとしているよ。ちょ、ま、急に動かれたら背中で生活している人たちが。ぬおーおーおー、すごい振動だ。みんな大丈夫か？どうやら何事もないみたいだね。ここの開拓者はたくましすぎるぜ。それよりもオンブが立った？一気に標高が高くなったな。
これはもうマチュピチュ超えたろ。天空都市だね。しかし、オンブが立ったのなら、私たちはオンブと一緒に世界を旅することになるよ。今は比較的気候が安定した土地にいるけど、この先はどうなるかわからないということさ。何？オンブとは一蓮托生、今後の私たちの命はオンブが握っているし、オンブの命は私たちが握っているのだ。このように、ワールドマップを見ると世界は広い。危険地帯にオンブが行かないことを願うばかりだよ。これは予想以上に大変なことになってきたぜ。ただ街を充実させるだけでは足りないってわけだ。オンブの気まぐれに、備えろ。オンブが立ち上がって歩き出したが、開拓者は平気みたいだぜ。まあ船に乗っていたら、その揺れにはいつか慣れるからね。オンブは今の私たちにはどうしようもできないから、農地の設定でもしていくか。農場を建てただけじゃ農作は始まらず、こうやって農地を指定しないと作物を植えてくれないぜ。農地の指定を忘れたらえらいことになりそうだ。ちなみに農場一つにつき植えられる作物は1種類のみ。3種類の作物を植えようとしたら3つの農場が必要というわけだ。今回は最初から植えられるビーツを育てていくぜ。お、ちゃんと農耕が始まっているね。せっせと畑を耕してくれる農民の姿が見られるぜ。しばらくはこのビーツ畑とベリー採集小屋で食料を賄っていこうか。お、調理場の研究が終わったみたいで、次の研究を始められるようになったぜ。次の研究はどうするの？外の世界に資源などを探しに行けるようになる、遠征小屋の研究を進めようか。オンブの背中だけじゃ資源に限界があるからね。まあいいんじゃないの。そして農業が始まった今、工業もスタートしていこうじゃないか。今建設指示を出しているのは一体、木材工房と石材工房だな。これができると木を木材に、石を石材に加工することができるぜ。素材をワンランクアップさせる施設だね。研究で建設できるようになる施設は、木材と石材が必要なのが多いから、工房は必須だぜ。木材工房と石材工房が完成したよ。作業員は配属されているから、あとは待っていれば勝手に木材石材が出来上がっていくぜ。生産のスピードを早めたいなら、作業員の数を増やせば OK だ。まあ木と石で作る建築物もあるから、すべての資源を加工するのもやめておいた方がいいね。まあ生産を止めることもできるから、そこは在庫を見ながら調整するって形でいいな。臨機応変にやっていこう。うちの集落はまだ人数も少ないから、余計な仕事に人手を取られたくもないしな。そういえば人手ってどうやって増やしていけばいいんだろう。ああ、冒頭で人は滅んでないって言っただろ。だから生き残った人間を見つけて助けてやれば集落の人口は増えていくぜ。って言ってるそばから助けを求める人たちがやってきたな。あ、これ助けを求める人がやってきたって合図なのね。流浪者の一団と遭遇したがどうする。一団ってあるけど何人なのかがわからないのがネックだね。114,514人だったらこの集落が潰れてしまう。さすがにそこまで多くねえよ。迎えるという選択をしたら、3人の流浪者が集落に加わってくれたぜ。少なくてよかった。広さが最初から限られている分、人数には気をつけないとな。コロニーシムよりは人数が圧倒的に多いけど、街づくりよりは人数が圧倒的に少ないという塩梅かな。100人いたら超大所帯って感じで集落を作っていくか。100人分の食料を生産できる農地がそもそも用意できるかな。まあ様子を見つつ、一気に人を増やさないのが大事かな。木材と石材が溜まったから、調理場を建設するか。調理場も木材と石材が必要なのか。そして遠征小屋の研究が終わったみたいだな。次は何を研究しようかな。次はサボテン栽培の研究にしておくぜ。サボテンを食べるの？サボテンは収穫すると水が得られるんだぜ。水？空気井戸は砂漠じゃ水を生成しないからな。その代わりにサボテンから水を得るんだぜ。そうか。オンブが砂漠地帯に迷い込む前に砂漠での水源を確保するってわけだね。その通りだぜ。ちなみに今オンブがいるのは熱帯地帯。暖かく空気中の水分も豊富だから楽園と言ってもいいな。へえ、こうやってオンブは世界を巡っていくわけだね。まあ自由に動く分、毒が蔓延する危険地帯に足を踏み入れる可能性もあるがな。そうならないように機動力が試されるね。研究が進めばオンブの動きをある程度コントロールできるから、それまでの辛抱だぜ。
調理場が完成したぜ。これで温かい食事が食べられるね。畑から掘り返された作物をそのまま食べるなんてスカーレットオハラだからな。今作るように指示されている料理はベリーのおかゆか。一つの調理場では一つの料理しか作れないのか。あと3個のベリーで5個のおかゆができるみたいだね。これは調理をすると食料が増えるという解釈でいいのかな。水分でかさ増しや。材料のベリーがどんどん調理場に運ばれているぜ。お、食堂のおばちゃんが来たぜ。うわ、コンロに火が灯ったぜ。細かいけど素晴らしい変化だ。ベリーのおかゆが出来上がったみたい。食料庫に運んだかと思ったら結局自分で食べたな。しかし素晴らしく短い食事時間だ。フードファイターの素質があるよ。フードファイトするほど食べ物に余裕ねえぞ。こうして共存生活を始めた人類とオンブ。果たして、彼らの行く末には何が待ち受けるのか。わかりません。わからんのなら黙ってろ。というわけで今回はここまで。それでは、ご視聴ありがとうございました。今日もオンブと共に歩んでいこう。オンブの歩みに私たちがついていけるといいんだがな。振り落とされないようにしっかりと街づくりをしていくよ。前回は調理場を建てたところまでだったな。食料生産も安定しているし、今は課題もなく集落は平穏な雰囲気に包まれているよ。人を入れすぎてこのバランスが崩れないようにしないとな。そういえば遠征小屋の研究が終わったよ。遠征小屋があれば外の世界に資源を取りに行ける。早速建設しようぜ。あ、遠征小屋はオンブの背中の縁の方にしか作れないみたいだ。縄ばしごでも下ろして登り降りでもすんのかな。探索するのも命がけだ。とりあえずここに建設しておこうか。おい、建物は建設後自由に動かすことができないから、とりあえずじゃなくちゃんと考えて配置してくれよ。わかりましたよ。木材と石材が足りないからなかなか遠征小屋の建設が進まないよ。おわ、なんだ？あ、オンブがお眠の時間になったみたい。オンブには毒素、空腹度、眠気というパラメーターがあって、これらがいっぱいになると良くないんだよ。眠気が溜まってきたからオンブが眠り始めたんだな。空腹になると餌を食べるんだけど、オンブの餌場の場所は限られている。最悪餌場が見つからず餓死する危険が出てくるよ。それはやばいな。可能なら私たちの方でご飯を用意しよう。そして毒素だけど、オンブも地上の毒の影響を受けてるみたい。だから定期的な治療が必要になってくるよ。そしてオンブの治療には専門の施設が必要だから、毒が溜まる前にそれを用意する必要があるね。住民だけでなくオンブのケアも必要ってことか。まあ住民が一人増えたくらいと思っておけばいいか。住民にしてはデカすぎんだろ。そしてオンブが眠ったことで困ったことが起きたよ。村の標高が低くなって、地表付近の毒素が村に侵入してきた。現在の毒性が中レベルになっているぜ。この毒を防ぐ手立てはないから、対応としては中毒になった住民を治療することになるよ。治療施設の研究がまだ終わってないぞ。この世界がこんなに過酷な環境だとは思わなかった。こんなことなら遠征小屋じゃなくて治療施設の研究を先に終わらせておくべきだったよ。ちなみに今研究している診療所ってやつが治療施設になるぜ。現在の研究の進捗は 57%、頼む間に合ってくれー。だが診療所を作っても薬がないと住民の治療ができない。というわけで薬草園を建設して、治療に使う薬草を生産していくぜ。場所はここでいいか。ちなみに建材が足りないから今から集めるよ。この開拓スタート直後のカツカツ感よ。あ、遠征小屋の建築が始まっているね。そして完成。これが遠征小屋か。鯉のぼりが泳いでいるね。前の動物園の時といい。日本の有名な装飾イコール鯉のぼりなのか。まあとにかく、これで外の世界から資源をいくらでも回収できるようになったね。これで資源不足に悩まされる心配はなさそうだ。遠征小屋にはもう人が割り当てられているぜ。遠征には二人組で向かうようだ。それじゃあ早速遠征隊を派遣しようか。ワールドマップにある森や岩場で資源が回収できるぜ。森は木、岩場は石や鉱石が回収できるようだ。木はオンブの背中にたくさん生えているから、岩場に向かわせようかな。わかった。それじゃあ一番近くの岩場に遠征隊を派遣するぜ。遠征にかかる時間は、探索場所によって異なる。今回は9時間で完了するぜ。まあ9時間くらい色々指示を出してたらすぐに過ぎるね。遠征小屋に木を取られていたら、いつの間にか薬草園も完成していたぜ。農場と同じように、農地を指定しないとね。
おう、早速指定していくぜ。まあこんなもんでいいか。あんまり大きくしても人手が足りないからね。お、早速栽培が始まっているな。薬草の栽培にも水を使うんだね。水の重要度がますます上がるな。余裕があるなら空気井戸と貯水タンクをもっと増やしておくか。しかし毒の空気に入ってから薬草を栽培するなんて悠長すぎる。村人が毒にやられないか心配だよ。睡眠時間を必要としない村人のたくさを信じろ。あ、薬草が植えられたね。しかし薬草はデリケートな作物で、今の肌寒い気温じゃ成長率が落ちるようだな。緑のところが最適な温度だけど、寒くもなく暑くもない場所でしかしっかり成長しないのか。普段から地道にコツコツ栽培しておくか。お、診療所の研究が終わったみたいだな。次は角笛島の研究をしておくよ。そしていつの間にか遠征隊が戻ってきていたぜ。鉄鉱石7個を持って帰ってきてくれたよ。そして遠征隊は戻ってきてもすぐに別の場所に向かわせることができるみたいだな。へへへへへ、それならたっぷりこき使ってやるぜ。悪役みたいなこと言うなや。次はどこに行ってもらおうかな。お、ここ雲に隠れていて見えないけど、集落の廃墟って場所があるよ。よく見つけたな。集落の廃墟には人や物資があるみたいだから、次はここに遠征隊を向かわせようか。診療所も忘れずに建設しておくぜ。まだ中毒になった住民はいないけど、温度はまだまだ起きそうにないからね。遠征隊から報告があったぜ。集落の廃墟には移住先を求める開拓者の一団がいたようだ。今は人手が欲しいから彼らを迎えよう。空腹の開拓者が一人仲間になったぜ。一団なのに一人とは高齢化に。ギリギリのところで生き延びていたみたいだな。そして人口が20人になったことで、村人のニーズがアップしたぜ。村人のニーズ？早い話、村の人口が増えると、村人がより高い生活水準を求めるようになるんだ。生きるか死ぬかの瀬戸際でそんな贅沢は許さん。まあそう言ってやるな。それが人の差がってやつだ。それで高い水準の暮らしって何なの？それは長老ノートという文献に書いてあるぜ。これが人口レベルごとの住民の要求だ。今は人口レベルがキャンプとなっている。よって、村人たちは5回の食事のうち、2回は調理された食事を欲しがるぜ。調理場ならもう設置しているから、この条件は満たせそうだね。もっと村が発展すると、いい住居に住みたい欲求や、食事の種類を増やしてほしいという欲求も出てくるぜ。これ希望に添えなかったらどうなるの？知らん。長老ノートにはそんなことどこにも書いてないし。まあ悪いペナルティがあることを想定して、住民の希望に添える村づくりをしていこう。診療所が完成したぜ。おお、これで薬草があれば住民の解毒ができるよ。毒に侵された者がいないから、今は診療所は閉鎖しておこう。患者がいないのに医師が常駐しても意味ないからね。適時使用する施設は普段は閉鎖して、少ない人手を無駄にしないようにするぜ。それと調理場をもう一つ設置するぜ。調理場は1種類の料理しか調理できないから、今はビーツの調理ができていないんだよね。ビーツもちゃんと調理して食べるために、ここに第2の調理場を建設するぜ。オンブが眠りから目覚めてまた歩き出したよ。ところでここにある雲って何かな？よく見ると雪が舞っているぜ。きっと寒波が停滞しているんだろうな。寒いのは嫌だな。それよりも農作物の心配をしろや。過去の開拓生活では、寒波で作物が全部ダメになったってこともあったろ。そうでした。なんか調理場に見慣れない旗が出ているな。本当だ。一体なんだろう。作業員が毒に侵されました。これ毒のマークかよ。言われてみれば毒っぽい感じだ。あ、よく見ると木材工房の方にも毒に侵された人がいるみたい。これは満を持して、診療所の稼働をするべきだな。薬草の在庫もあるし、医師がみんなを治してくれるよ。そして温度が停滞している寒波の中に突入したぜ。うわ、むっちゃ雪が舞ってるやん。どうやら温度がこの寒波を抜けるためには24時間かかるみたいだな。まあそれくらいなら何の影響もなさそうだね。ちなみに現在栽培しているビーツは、寒さにとても強く、極寒の中でも成長を続けるみたいだ。最初から植えられる作物にしてはとっても優等生だね。霊夢、遠征隊が指示を仰いできたぜ。指示？
どうやら採石場と思っていた場所は、別の音部の死骸だったようだ。ここには希少な資源があるかもしれないが、死体は毒の胞子にまみれているかもしれない。資源を探すか、すぐに引き返すか、安全な場所で石だけ拾うか、この3つの選択肢からどれを選ぶ？私のモットーは君子危うきに近寄らずだけど、まあ今は診療所もあるからリスクを冒して資源を探そう。というわけで資源の探索を行うのだ。15個の石材が手に入ったが、隊員2人が毒に侵されたぜ。しかも猛毒というヤバい状態になっているぜ。うおう、医療班、なんとかしてくれー。普通の薬草で毒が治るか心配だったが、無事に治ったみたいだぜ。やったぜ。今回の件を見る限り、薬草さえ十分な在庫があれば毒は恐れるに足らずって感じかな。薬草は切らさないように注意しておくね。角笛島の研究が終わったぜ。次は何を研究しようか迷うねー。結局トウモロコシ栽培の研究を選んだぜ。トウモロコシは暑さに強い作物。寒い場所ではビーツ、暑いところはトウモロコシと使い分けていくよ。一本道を歩いていた音部だけど、ここで分かれ道が出てきたよ。なんかまっすぐ行くと竜巻と鉢合わせしそうだな。曲がれ音部、曲がるんだー。曲がったー。今回は霊夢の祈りが通じたが、今後もポンポン都合のいいところに音部が行ってくれるとは限らない。というわけで、音部に指示が出せるようになる角笛塔を建設したぜ。おお、これで音部をコントロールできるのか。ただ、住民たちと音部との絆が低ければ、命令を出しても音部が言うことを聞かないことが多いぜ。む、じゃあ最初のうちは役に立たないってこと。まあ角笛塔は気休め程度と思っておくんだな。とほほ。音部と共に旅を続けていた私たちは、また新しい流浪者を迎えることにしたぜ。これで村の総人口は25人になったよ。そろそろ人口にも注意しないとな。次の人口レベルになったら、村人は住居に小屋を欲しがり、食事は複数の調理された料理を欲しがるようになるからな。ほんま贅沢な奴らやで。まあだが、人口が増えれば作業が円滑になるのも事実。ここは研究所を増やして、研究スピードを上げることにするか。研究が早く終われば、それだけ村も早く発展させられるからね。ひいては人口レベルが上がっても大丈夫な村ができるというわけだ。霊夢、また遠征隊が指示を仰いできたぜ。今度は一体何さ。鉱山に一歩足を踏み入れると、壁についた血しぶきと中から聞こえてくる叫び声から、凄惨な事件が起こったことがわかります。やばすぎるっぴ。どうするよ。ゴルゴも臆病さが成功の秘訣と言ってたじゃないか。ここは素直に撤退。と思ったけどさすがにそれは見どころがないので、岩場に隠れて安全になったらこっそり忍び寄るよ。その結果11の鉄と4の知識ポイントを入手したぜ。これは大成果と言えるね。知識ポイントは上位の研究を進めるときに必要になるぜ。研究がスムーズにいきそうだ。そしてまた流浪者の一団と鉢合わせしたぜ。相手の人数がわからない以上、ひょっとしたら人口レベルが上がりそうだけどどうする。今までの数少ない経験だと、流浪者を迎えても増えるのは2、3人だった。今回もそれくらいの人数だろう。マリサの言う通り、3人の流浪者が村に加わったよ。30人くらいになると人口レベルが上がりそうだな。それじゃあここからしばらくは仲間に加えるのは保留にしておこうか。音部が睡眠に入ったよ。む、よく見ると空腹ゲージがかなり高くなっているな。空腹率 63% と出ていたよ。眠気は音部が寝れば回復するが、空腹率は音部自力ではどうしようもないぜ。空腹率が 100% に達したらどうなるの。まあいいことは起きんな。すぐに音部が餓死するのか、あるいは衰弱していって徐々に餓死するのか。どっちみち餓死は避けられないのか。その後、音部は目を覚ましたが、空腹度は依然上昇を続けているぜ。そろそろ空腹度が危険水域に達しようとしているよ。か、神様、なんとかしてくれー。で、あれ、音部が立ち止まったよ。お、キノコがあるじゃねえか。キノコは音部の餌なんだぜ。おお、音部がキノコを食べているよ。それに伴って、音部の空腹度がどんどん低下しているぜ。さっきの食事で音部の空腹度が 37% まで低下したよ。とりあえずこれで一安心だぜ。この猶予を使って、音部に食事を提供できる環境を整えていくか。
というわけで、温布の餌を生産するキノコ農場を建設するぜ。キノコは泥の土地でしか育たないのか。農作物とは無楽だな。さて、また別れ道に来たな。見た感じ、まっすぐ進めば砂漠地帯、曲がれば引き続き荒野を歩くことになりそうだ。砂漠地帯は水を得られにくい過酷な環境だから、温布には曲がってもらいたいね。というわけで角笛塔を使って、温布に曲がるように指示を出すぜ。温布が命令を受け入れません。温布まあ信頼度が低いから命令を受け付けないのは仕方ない。あとは温布が曲がってくれることを期待するしかないね。やあみんな、いいニュースと悪いニュースがある。いいニュースはキノコ農場ができたことだ。これで温布の食料源ができたわけだ。悪いニュースは温布が直進したことだ。おいいいい。きっと餌場のキノコに釣られたんだろうな。というわけで砂漠地帯に突入確定となったが、果たしてどうなってしまうのか。なんとか無事に切り抜けたいね。キノコで腹を満たす温布を見ながら今回はここまで。それでは、ご視聴ありがとうございました。今日も温布と共に歩んでいこう。前回の最後に作ったキノコ農場が稼働を始めたぜ。キノコも栽培に水を必要とするよ。今のままだとキノコ農場と貯水タンクの距離が遠いから、すぐ近くに空気井戸とタンクを建設するよ。原料が生産施設にスムーズに供給される街づくりを目指さないとな。さあ、作れ作れー。おやー、なんか熱くなってきたぞ。空気も唇がすぐに割れちゃうほど乾燥してきたよ。とうとうやってきたか。砂漠地帯が。前回の温布のルートから、砂漠地帯に突入するのは分かっていたけど、一体どうなってしまうのか。砂漠地帯の気候は熱く乾燥しているぜ。利点としては毒素が全くないってことだな。まあこんなところじゃ毒の胞子も繁殖しないよね。そして砂漠に入って早々に熱波に襲われている。この太陽みたいなやつが熱波か。ただでさえ暑いのに熱波なんてたまったもんじゃないぜ。ビーツは暑い場所では育たない。だからトウモロコシに植え替えるぜ。トウモロコシは砂漠地帯の気候でも成長する作物だよ。必要とする水の量もたったの1というのもありがたい。砂漠では空気井戸が機能しないからね、水の入手が難しいんだよね。すでに収穫してあるビーツとトウモロコシで食料を持たせてみせるぜ。それと今この村は熱波の真っ只中にいるから、早く抜け出そうと思うぜ。角笛塔を使って温布に走るように命令したぜ。温布は命令を聞き入れてくれたよ。走ったら背中の村が偉いことになりそうだけど、大きな揺れは感じないね。走るというより足を出すスピードが上がったって感じかな。どちらにせよこれで熱波地帯とはさっさとおさらばだぜ。と思っていた時期が私にもありました。熱波の場所を抜けたのに、熱波はまだ12時間くらい続くようだ。なんで？どうやら異常気象ゾーンを通ると、その場所にいる時が寒い暑いになるんじゃなく、時間制限のある環境でバフがつくようだ。いかにもその場所だけ暑いですよ、みたいな見た目しているのに。というわけで温布を急がせても意味なかったぜ。まあでも一刻も早く砂漠地帯から抜けたいからね。急がせてもいいんじゃない？なんか温布を走らせると眠気ゲージが爆上がりしてな。走らせると頻繁に寝るから急がせない方が早いかもしれんぜ。走るの存在意義とは一体？それよりも水を確保しないとやばいぜ。トウモロコシだって水を使うんだから、今ある在庫の水だけじゃとても足りないぜ。新しく農場を建築してサボテンを植えるよう指示するぜ。前々回にも言ったけど、サボテンは収穫されると水になるよ。空気井戸より効率は悪いが、これでなんとか水を捻出していくぜ。温布が疲れて寝ちゃったよ。砂漠は毒の胞子がないから、温布が横になっても毒が村に侵入してこないぜ。まあ進行が遅れて干上がる可能性があるけどね。農場が完成してサボテン栽培が始まったぜ。あ、こっちの方ではもうトウモロコシができているよ。トウモロコシは育成に時間がかかると取説に書いてあったが、十分早く成長してるな。栽培指示出してまだ2日も経ってないからね。サボテンの方も早く育ってほしいぜ。サボテンの株は順調に増えているよ。お、一つ成熟したサボテンが出てきたな。サボテン一株から取れる水は一つだけか。これは渋いな。水はトウモロコシの他に、薬草やキノコ栽培にも使うからな。サボテン農場をもう一つ作ってもいいか。そうすると今度は人手が足りなくなる。なかなか安定した村運営は難しいね。と言っている間にサボテンの収穫が始まったな。
明らかに素手でサボテンをむしっているようだけど大丈夫。おんぶの背中に登り降りできる連中だぜ。何を今さら。あ、収穫が終わったみたい。サボテンから絞った水が出てきたぜ。さらっと絞ったサボテンだね。なんかと混じってますね。まあ農業の方はしばらくこの体勢で行くとするぜ。そういえばキノコを栽培し始めたのに、おんぶの餌やりの準備が整っていなかったぜ。背中のキノコをおんぶは食べることができないからね。おんぶに餌をやるためには、おんぶキッチンとおんぶ陶磁器が必要だぜ。おんぶキッチンでキノコをおんぶの餌にして、それを陶磁器でおんぶに与えるって流れだね。早速その二つを建設するぜ。おんぶキッチンが完成したよ。ここでおんぶの餌を作るんだが、一つの餌を作るのに20個のキノコが必要だぜ。この巨体だから仕方ないね。調理よりもキノコの運搬の方が大変そうだぜ。そして分かれ道がやってきたぜ。曲がると砂嵐に襲われそうだから、ここはまっすぐがいいね。角笛塔からおんぶに指示を出すぜ。おんぶが命令を受け入れません。いや受け入れろや。仕方がない。ここはおんぶに行き先を任せるとしよう。おんぶは道を曲がったぜ。私たちを裏切るというのか。起きたことはどうしようもないんで、砂嵐が直撃しないのを祈るだけだな。あ、陶磁器が完成したね。ここから餌をおんぶめがけて飛ばすようだな。でもまだ餌ができてないからしばらくは閉鎖しておこう。そして案の定、おんぶが砂嵐と勝ち合ったぜ。一部の建物が倒壊したみたいだよ。被害をチェックするか。どうやら倒壊したのはテントだけみたいだね。比較的弱い砂嵐だったようで、作りがしっかりしている他の建物は大丈夫だったようだ。テントの修理が行われているけど、修理には建材を使用しないみたいだね。数少ない建材の消費を抑えられるのは助かるぜ。復興作業を確認していたら、いつの間にかおんぶの餌ができていたよ。この餌を陶磁器にセットすれば、おんぶにご飯を食べさせられるぜ。おんぶもそこそこお腹を空かせているから早速セットしてみるよ。陶磁器にキノコボールがセットされたね。なんだよキノコボールって。変な名前つけんなよ。大量のキノコをボール状にしたからキノコボール、どこもおかしい点はないよ。まあいいや、それじゃあおんぶに餌を与えるぜ。おんぶに餌を与えると、空腹値が20減少して、信頼関係も少し増えるみたいだね。どんどん餌をやって信頼関係を築いていきたいな。係の人が陶磁器までやってきたよ。さて、餌やりはどんな感じなんだろうな。ちょっち様子を見ておこう。おお、餌が発射されたぜ。そして餌はおんぶの口の中に無事収まったよ。ナイスキャッチ。今後はこんな調子でおんぶに餌をあげていって、空腹で倒れないようにしよう。やばい、食料の在庫がいつの間にかむちゃくちゃ減ってるぜ。こうやって話している間に7も減ってほんと笑えないよ。水不足で農業が回ってないのが食料不足の主な原因だが、トウモロコシは調理しても数が増えないってのが地味に足を引っ張っているな。ビーツとベリーは3個の材料で5個の料理ができてたのに。とにかく食料をかき集めないと村が終わる。この廃墟に探索隊を送って何か食料が残ってないか調べるぜ。廃墟を調べたが、人がいただけで食料はなかったぜ。今は食べ物に困っているから人はいらないんだよな。今はこれ以上食い口を増やすわけにはいかんのでスルーだ。あ、よく見たらこの先に分かれ道があるよ。北に向かえば熱帯地帯に入って空気井戸が使えるようになるね。これはおんぶにはぜひ道を曲がってもらわないとな。分岐地点に着くまでベリーを集めまくるよ。このまま直線した時のことも考えて食料は確保しておかないとな。常に最悪を想定して住民に指示を出すよ。ここら辺のベリーも採集しちまえ。ベリーはどんな環境でも枯れないのがいいね。採集小屋の周りにないベリーは緊急時の時に残しておいた方がいいな。最初に全部むしらなくて正解だったよ。今後も食料不足に陥ることがあるかもしれないから、ここでも全部取らないようにしておくぜ。それと探索隊が指示を仰いできたぜ。採石場の周辺におんぶの足跡の化石を発見したとのことだ。化石ができるほどの太古からおんぶは存在していたのか。この足跡がどこに続いているのか調べてみるか、それとも足跡を調べてみるか。
もしくは足跡は完全に無視して予定通り資源を回収するか。ここには古代のロマンがある。ということで足跡を辿っていくよ。足跡の先では巨大なうんこの化石が見つかったぜ。うんこ?うんこは堆肥化させることで畑の肥料に使えるぜ。有益な資源なんだね。遠征隊はうんこを持ち帰ることにしたぜ。遠征小屋がクソまみれや。遠征隊は帰ってきてもらって早々に悪いが、ベリーの採集を手伝ってもらうぜ。食料の確保は急務だから、いろんな施設の総量を停止してベリー集めの人手を確保しているよ。そして次の研究は、持ち帰った排泄物を堆肥にするための堆肥置き場にするぜ。堆肥置き場が必要なのか。ちなみに堆肥置き場では堆肥の他に燃料のメタンガスも生産できるぜ。燃料を使うことなんてあるの？まあそれはおいおいな。別れ道に近づいてきたんで、おんぶに道を曲がるように命令するぜ。おんぶが命令を受け入れません。言うこと聞け。まあまっすぐ行ってもそこは山地エリアだし砂漠からは抜けられるぜ。ほ、なんだ、砂漠が続くと思って焦ったよ。だがしかし、直進すると嵐に連発が待ち構えているぜ。おいー、嵐を呼ぶ幼稚園児でもいるのかよ。そして当然のごとく直進するおんぶ。嫌がらせか。こうなったら嵐を避けて進むしかないな。その前におんぶの腹ごしらえだ。腹が減ってはなんとやらだからな。それでは、ボールを相手のゴールにシュート。うおー、超エキサイティング。餌やり成功。今の下りいるか。最初の砂嵐は運よくかわせたが、次の嵐は直撃コースだぜ。これはまずい。だが素早く動けば嵐を通り抜けられるかもしれないぜ。さっきおんぶを走らす意義は何かと言ったが、素早く移動することで迫り来る嵐を避けることができる。角笛塔からおんぶに走るように命じたぜ。おんぶは命令を受け入れてくれたよ。まあ、嵐はかわせなかったんですけどね。おわ、一瞬で多くの建築物が倒壊した。これを全部直すのは骨だね。嵐と接触すると建物が破壊されるが、最初の被害が全ての被害になるぜ。徐々に建物が壊れていくということがない分、被害の全貌が把握しやすいね。資材は必要ないからコツコツ修理していくか。まあ生産施設が壊された上に、修理に人手を取られるから村の運営が滞りそうだね。そして無事に砂漠地帯を突破できたぜ。これで井戸がまた使えるようになるね。食料の備蓄も徐々に増えていくだろう。砂漠地帯、厄介極まりない場所だね。おんぶが砂漠に迷い込むことを考慮して、食料は常に増産体制にしといた方がいいな。食料備蓄がたっぷりあれば、砂漠に入っても安心だからね。というわけで、無事に砂漠を突破できたところで今回はここまで。次回は、別の脅威がこの村を襲う？それでは、ご視聴ありがとうございました。今日もおんぶと歩んでいこう。前回は砂漠地帯を通って食料を大幅に減らしたな。そして砂漠地帯からは抜け出したけど、嵐に見舞われて多くの建物が壊れちゃった。現在全力で復興作業に当たっているぜ。それと農場の作物もビーツに変更しておかないとね。トウモロコシは平穏以下だと育たないからな。それとサボテン畑もビーツ畑に変えておくぜ。これで食料生産は今までの倍くらいになりそうだね。水と食料は常に在庫いっぱいにしておくくらいの勢いで生産していくぜ。砂漠地帯を抜けて落ち着いたことだし、新しい施設を建設しよう。今建てようとしているのは製材所。大きな切り株の周りにしか置けないが、建設すれば切り株から木を切り出してくれるぜ。切り株からは200の木が取れるよ。稼働すればしばらくは木の伐採指示を出さなくてよくなるな。よし、製材所が完成したぜ。切り株からは200の木が取れるよ。話は変わるが、砂漠地帯を抜けたからまた大気に毒が漂い始めたぜ。診療所が稼働しているね。薬草が消費されるようになったし、気を抜く暇がないぜ。お、製材所の作業員が切り株を切り始めたな。ここのメーターがいっぱいになったら2個の木を入手できるよ。一度の作業で2個か。この切り株邪魔だから早く撤去したいんだがな。もう一軒製材所を作って職員をマックスにすればすぐ終わりそう。ま、製材所をもう一つ作る余裕も製材所に人を回す余裕もないけどね。そろそろ新しい村人を入れたいぜ。そういえば砂漠地帯では放浪者とは遭遇しなかったね。まあ遭遇したとしても食料危機で迎えることはなかっただろうがな。あ、新しい研究を選択できるようになったみたい。次はどの研究を進めようかな。
どの技術を早めに解放するべきかがわからないよ。食料系の研究を進めておくか。作物の種類が多ければいろんな環境に対応できるからね。というわけで小麦栽培を研究するぜ。なお、後で気づいたが小麦の調理は、小麦栽培に連なる研究を進めないとできない模様。調理場では料理ができないのか。今のままじゃ収穫した麦をバリバリかじることになりそう。牛さんかな。まあどのみち小麦の調理には小麦栽培の研究をしないといけないし問題ないか。それよりも小屋の研究が終わったんで住居の建て替えを行おう。ついにテント生活とおさらばか。テントは脆いから嵐が来るとすぐに壊れる。だが小屋は弱い嵐くらいには耐えてくれるぜ。毒素に対する耐性も若干上がるし、これからは小屋の時代だね。小屋ができたぜ。壁にもののけ姫の小玉がおるやん。たまたまそう見えるだけだろうが、小屋には6人の住民を住まわせることができるぜ。テント3つ分の収容力があるのか。今の人口なら5棟建てるだけでこと足りるぜ。遠征隊には引き続きいろんな場所に行ってもらうぜ。今はオアシスの探索に向かっているよ。オアシスの探索が終わって39個の水を手に入れたぜ。オアシス、マジオアシス。次はここの廃墟の探索をするか。そろそろ新しい人手が欲しいからね。廃墟には人はいなかったが、残されたパンを見つけたぜ。とっても硬くなってそう。それで次の探索ポイントだが、毒の森という木になる場所を見つけたぜ。ひえ、絶対ヤバい場所ですやん。ここでは何が見つかるか全くわからないらしい。だから遠征隊を調査に向かわせるぜ。何が手に入るかわからないのに遠征隊を基地に送るか。こういう危険な場所はレアなアイテムがあるのが相場ってもんよ。で、みんなやけに遠征小屋に来てるなぁと思ったら、遠征隊が持ち帰ったパンを食べているようだ。パン大人気やん。これが食えないで革命が起きた国もあるからな。雪が舞っている通りわかるが、音部が再び寒波に見舞われたぜ。しかも今度は3日続く寒波だ。冷え、大したことなかった異常気象が牙を剥く。今後も異常気象の日数が伸びるようなら小屋考えんとダメだな。そして毒の森の探索が終わったぜ。入手したのは木材13個だね。木じゃなくて加工品の木材か。まあまあの結果だな。けど遠征隊の2人が猛毒に侵されちゃった。慌てるな。こんな時こそ医者の出番だ。お医者さん、早く遠征隊を治療してくれ。ふむ、医者がやってきたぜ。どうやら治療は間に合ったようだな。これで一安心だよ。毒の森は普通の探索場所よりもいいもんがありそうだし、薬草に余裕があるならちょくちょく探索に行っていいかもな。それじゃ次の探索に。なんじゃこりゃ。明らかにヤバいのが見えるぜ。超巨大な毒の森だよ。あそこに入って生き延びられる確率は果たしてどれくらいあるのか。幸い分かれ道があるから、次は直進一択だね。と思っていたのか。ああ、直進すると砂漠地帯じゃん。これじゃ全門の沖合ドラゴンズ、後門の星のタイガースだよ。これどっちか選ぶってマジ。砂漠地帯の過酷さは前回見たばかりだし、ここは道の危険を承知で北に向かうか。音部が命令を聞き入れて、北に向かうことになったよ。この選択、果たしてどう出るか。まあこの世界をもっと知るためにも道のゾーンには積極的に行かないとね。お、霊夢、久しぶりに放浪者の一団と遭遇したぜ。施設も増えてきて人手が欲しかったしちょうどいい。彼らを迎え入れるよ。これで住民の数が30人を超えて、人口レベルがアップしたぜ。ということはまた住民がより高い生活水準を求めているのか。どんな生活水準を求めているのか、長老ノートで確認するぜ。現在の人口レベルは集落。住民たちは小屋に住みたがり、食事面では、5回のうち3回は調理された食事を、なおかつ調理された食事は2種類以上ないと機嫌を損ねるぜ。つまり今うちはビーツを大量に生産しているけど、ビーツのスープ以外もう一品調理された食事がいるのか。そういうことだぜ。これひょっとしたらベリー採集小屋をもう一つ作る方がいいのかもね。そうかもな。ベリーはどんな環境でも育つし。でもベリーは非常食として使えるし。人口が増えれば増えるほど、村の運営が難しくなるよ。そろそろあの巨大な毒の森に入ろうかという時に、音部がおもむろに立ち止まったぜ。お、どうした、さすがの音部も臆したか。いや、どうやら餌のキノコに似た石を見つけて、キノコと勘違いしたようだ。
は？見た目が同じというだけで、石を食べ始めたよ。これは音符、魚類と同程度の知能しかない疑惑が出てきたな。石をバクバク食べてるのに全く吐き出す気配がない。しかも空腹度がちゃんと減っているし。音符、お前それでいいのかよ。あ、音符がなんか便秘になったぽい。石を食べたからな。次にうんこする時間は1日と23時間後。なんか普段通りだな。ま、今は音符の排泄物は利用していないし、特に気にせずやっていこうか。と思ったのが、我々の、間違いじゃった。音符が熱帯エリアに入ったよ。それは同時に、音符がクソデカ毒の森に足を踏み入れる瞬間がやってきたってことだぜ。親方、空から毒の正気が。うわ、霧のように毒の胞子が迫ってきてるぜ。ナムさん。うお、毒の濃度が超高いになったぜ。これまでに経験したことのない毒だ。だがまだ薬草の在庫はたっぷりある。まだ慌てるような時間じゃない。そのセリフは慌てて叱るべき時に言うセリフだってばあちゃんが言ってたよ。だが音符はカンちゃんずっぽしって感じに毒の森に突っ込んだし、これは耐えるしかないぜ。あれ、マリサ、音符の背中に見慣れない植物が生えてない？な、なに？まずい、音符の背中のあちこちに毒の胞子が根を張っているぜ。え？この緑のやつを見過ごしたら、毒の菌がどんどん繁殖していって、村人と音符を蝕んでいくぜ。どうするのさ？とにかく大急ぎで刈り取っていくしかないぜ。それと毒の胞子は放っておけばどんどん周囲を侵食していくから、除去作業に当たる人間の数は可能な限り増やした方がいいな。みんな聞いたか、食料と医薬品以外の生産は停止して毒の除去に当たるんだ。毒の濃度が高いせいかいろんな場所の植物が毒に侵されているぜ。うわぁ、畑の野菜にも毒の被害が及んでいるよ。村から遠く離れた森にも毒が根を下ろしているな。ここら辺の毒を取り除くのは骨だぜ。これで全部の毒を取り除く指示が出せたかな。あとは住民たちの活躍に期待するしかないな。あ、なんか毒の木が増えたよ。こうやって毒は周囲に伝わっていくんだぜ。木はまだいいけど、ベリーがやられたら食料生産へのダメージになるね。よし、むしれむしれ。手で触ってるけど大丈夫。薬草があるからなんとかなるぜ。よし、それじゃ次の毒の植物を。って、むしらんのんかい。ダメだ。この住民ども悠長すぎる。うおう、南西の森に毒が広がっている。なんかぼーっと突っ立ってる住民がいるんだけど、どうやら医者が毒の治療に来てくれるのを待っているみたいだ。やっぱ毒に侵されるのね。毒が広がりつつあるから農家からも招集をかけるぜ。毒に侵された村人はさっきのように治療を待つからね。人手があるようでないよ。残りの毒は村の西側に集中している。場所が遠いが住民たちにはもう一踏ん張りしてもらうぜ。やっと森の方にも手が回り始めたぜ。でも毒は着々と周囲を蝕んでいっているよ。新たに毒に侵された植物もまた周囲を侵食するから、バイバイゲームで毒は広がっていく。除去が遅れると手がつけられなくなるぜ。怖いっすねー。ノリカル。よし、あともうちょっとで毒を全部取り除けるぜ。うわぁ、なんだこの揺れ。ああ、建物がいくつか壊れているぜ。これは一体どういうことなんだってばよ。どうやら音符が便秘で溜め込んだうんこを一度に排出したせいで、大きな揺れが起こったようだ。その揺れが原因で建物が倒壊したようだぜ。ビッグベンアタックで村壊滅。音符はベジータだった。しかし、あのキノコの形の石は大した害はないと思ったが、こんな災害に繋がるとは。うんこの溜めすぎは村を壊すから、下剤で排出を促す必要があるね。そして毒の除去が完全に終わっていないのに建物の修理を始める村人たち。毒の除去は優先度最大にしているのに、こっちは後回しでいいよ。建物の修理をストックするように命じるぜ。建物倒壊の被害もあったが、なんとか毒の植物除去のめどが立ったぜ。残りの毒の植物の数は5株くらいか。念のため他に毒がはびこっていないかチェックしたが、どうやら大丈夫そうだな。私たちは毒の脅威に打ち勝ったわけだね。ああ、これでもう安心だ。と思っていたのか。うわあ、目の前にもう一つ巨大な毒の森が見える。嘘やろ。こんなことが許されていいんか？唯一の望みは、その前に分かれ道があるということだね。次の分かれ道は何としても曲がりたいところだ。せっかく毒をきれいに取り去ることができたのに、またあの供養をしたくはないからね。薬草を消費するのも結構きついからな。
か。でも別れ道に差し掛かる前におんぶが寝ちゃった。おんぶも疲れたみたいだし、今回はここまでにしておっか。それでは、ご視聴ありがとうございました。今日もおんぶと共に歩んでいこう。前回は毒の森に突っ込んで、おんぶの背中が毒に侵されたんだったな。毒まみれの植物は全部除去して、なんとか村とおんぶに平穏が戻ったよ。と言いたいところだけど、直進するとまたしても巨大な毒の森に突入しちゃう。この分かれ道は絶対に曲がらないとダメだな。まあ、今はおんぶは寝ているからこの時間を使って村を発展させていこう。つい最近気づいたんだけど、ベリーの茂みが増えているんだよね。どうやら木やキノコが勝手に生えてくるように、ベリーの茂みもニョキニョキ生えてくるようだな。まあおんぶの背中には石も勝手に出てくるし、ベリーくらい出てきてもおかしくないね。というわけでベリー採集小屋を新しく建設して、ベリーの収穫量を増やすよ。お、ここなんていいんじゃないか、効率が 67% もあるぜ。確かにこれ以上ベリーの採集に適した場所はないね。ここに新しい採集小屋を建設するよ。次の研究が選べるようになったから、おんぶの頭を撫でる研究を選択するぜ。頭を撫でる？何それ？おんぶは頭を撫でられると喜ぶから、村人たちとの信頼が深まるんだぜ。おんぶは犬猫と同じ感性を持っていた。あ、それと前回毒の森を探索した時、木材を持って帰って嬉しいとか言ってたじゃん。うん、そうだね。加工品だったからね。実は勘違いしていて、木材は未加工の木の素材で、加工した木の素材は板材だったわ。だから全然美味しくない探索の成果だわ。あ、勘違いしすぎでしょ。いやー、すまんすまん。ぼーっとしてたわ。危険な胞子に満ちた巨大な有毒蜘蛛です。一時的に毒性レベルを高め、おんぶの背中に有毒植物を発生させます。どういうこと？この緑のモヤがそれなのか。危険なものだとは気づかずに、胞子蜘蛛の通り道でおんぶを寝かせちゃったよ。毒の濃度がまたしても超高いになってるぜ。うわぁ、これはまずい。超高濃度の毒霧が、おんぶと村人たちを襲う。こんな毒霧を発生させられるのはグレートムタくらいですよ。お前まだちょっと余裕ありそうだな。とにかく、いろんな事業所を停止して毒の植物を刈り取る人を集めるとするか。毒の濃度的に、前回の巨大な毒の森と同じくらいの毒の植物が出現しそうだよ。早速毒に侵された植物がたくさん出てきたぜ。また薬草を消費することになりそうだね。おんぶが寝ているせいでずっとおんぶと毒蜘蛛が重なっているぜ。ひえ、村人の多くが毒に侵されたよ。このままでは村が壊滅してしまう。こうなったら寝ているおんぶを叩き起こすしかねえ。そんなことできるの？わからん、とにかくおんぶに歩く命令を出すぜ。おお、おんぶが目を覚ましたよ。やったぜ、おんぶへの命令は、寝ている間も有効だったか。おんぶが立ち上がって歩き出したよ。こんな猛毒の塊のような場所、さっさとおさらばしようぜ。濃度が濃すぎておんぶの顔が見えなくなっているからね。このまま分かれ道の手前に行くから、おんぶに道を曲がるように命令を出すぜ。頼むから曲がってくれ。おんぶが命令を受け入れません。お、おんぶ、頼むから曲がってくれ。やべえ、やべえよ。言うこと聞かない時って大体命令したのと逆方向に向かうよね。持ちつけ、大丈夫、おんぶを信じるろ。誉れは浜で死にました。おんぶは北に行きました。おんぶ、そんなに私たちを苦しめたいのか。でもおんぶの健康もかなり不安な水準になっているよ。おんぶの毒素のメーターが危険水域に突入したぜ。あわわ、この状態でさらに毒の森に突っ込むのか。さすがにこのままおんぶを放っておくわけにはいかない。というわけで現在おんぶを治療する施設を建設中だぜ。できた。これがおんぶ診療所だ。不思議な形の建物だね。これでおんぶの治療ができるの。おう、薬草10個を消費して、おんぶの毒素を 20% 下げることができるぜ。体が大きいから使う薬草の数も多いね。村人の治療にたくさんの薬草を使った今、ちょっと在庫が心もとないんだよな。現在の薬草の在庫はたったの10個しかないよ。この状態でさらに毒の森に突っ込むってマジ。マジです。巨大毒森、巨大毒蜘蛛、巨大毒森と3回連続で超高い毒素に襲われているぜ。まずい。これは本当にまずい。死という2文字がちらついてきたよ。1文字しかねえじゃねえか。毒の森はさっさと抜けられたから、あとは毒の植物を除去するだけだぜ。薬草の在庫がもうないよ。薬草は薬草園の人手を増やして対処するぜ。
それと毎回手作業で毒の植物を除去するのは大変だな。毎回見落としがないか、気の抜けないチェックもしなきゃいけないからね。だから次の毒の森やら毒蜘蛛やらが来る前に、毒の植物を処理する施設を作りたいな。そんなものがあるのか。まあ関連施設をいろいろ建てなきゃいかんから、運用させるのは大変なんだがな。それでも作る価値はあるぜ。それじゃあ材料を集めて建設準備を進めておこうか。お、霊夢。音部診療所の作業員たちがこれから仕事をするみたいだぜ。は、飛んだ。あの丸い屋根は気球だったのか。地球に乗って音部の治療をするんだね。餌やりとはまた違ったダイナミックさがあるな。どんどん音部の顔に近づいていって、見切れた。ちょっと遠目で見てみるか。音部の鼻先で止まっているね。そして眠った音部の頭の動きに合わせて猛スピードで動く地球。すげえテクニックだ。あ、地球が戻ってきているぜ。音部の背中を貫通したように見えたが、きっと目の錯覚だろう。これで音部の解毒はちゃんとできたか。あ、今毒素の値が下がったよ。よしよし、これで危機的状況は脱せたな。まあ薬草の在庫は心もとないけどね。今やっている毒の植物の処理を終えたら増産体制に入るぜ。周囲を見渡したらまた毒の森があったよ。しかし普通の大きさの毒の森だな。でかい毒化ばかり経験したせいで、あんまりインパクトはないな。音部が毒の森に向かって歩き出した。毎回思うが左右にぴょっと避けてくれればいいのに。毒の森に突っ込んだよ。毒の濃度は超高いじゃなくて、ただの高いだな。ただの高いって表現もおかしいけどね。そして相変わらず毒の植物が生えてきているが、心なしか巨大な毒の森の時よりも数は少ない気がするぜ。毒の濃度によって、生えてくる毒植物の数も異なるのかな。遠征部隊が遠征先で開拓者を見つけたぜ。おお、久しぶりに入村希望者がやってきたか。もちろん彼らを歓迎するぜ。これで新しい働き手がやってきたね。新しい施設の建設も考えていたところだし、ちょうどよかったぜ。うわ、毒の森を抜けたと思ったら、今度はまた巨大胞子雲が目の前に出てきたよ。毒雲の動きは嵐と違って遅い。このままかわせることを祈ろう。ふう、なんとか雲が来る前に通り抜けたけど、気が休まる暇がないね。さて、この先は分かれ道だが、湿潤で毒の多い熱帯地帯を引き続き移動するか、道を曲がって山岳地帯に入るか、どうするかな。薬草にもちょっと余裕ができたことだし、次の分かれ道は直進することにしたよ。音部も珍しく命令を聞き入れてくれたぜ。毒さえ注意すれば、熱帯地帯は植物には天国だからね。この地域にいる間に食料と水を溜め込むよ。そういえば音部の頭を撫でる研究が終わったぜ。早速頭を撫でてみよう。音部の行き先が私たちの運命を大きく左右するからな。早く音部との信頼関係を高めるぜ。音部の頭を撫でるのは音部診療所の役目だぜ。しかし一体どうやって頭を撫でるんだ。まあそれはお手並み拝見といこうじゃないか。音部の頭の上に移動したね。ここからモップか何かみたいな道具を使うのかな。いや、よく見てみろ。音部の頭の上に地球を下ろしたぜ。激しく動いている頭の上に着地してる。これ絶対振り落とされるでしょ。気合でなんとかしてんだろ。気合すげえ。お、見てみろ霊夢。音部が舌を出して喜んでいるぜ。なんかこんな感じで喜んでいるゴールドシップの姿を見たような気がするわ。お、地球が音部から離れていったな。診療所の職員はお疲れさんだぜ。地球で頭を撫でるから尊いんだ。絆が深まるんだ。音部との信頼関係も上がったことだし、そろそろ毒の除染対策に取り掛かるか。それが除染用の施設。いや、これは音部のうんこを回収する施設だぜ。え、うんこ？以前も話したと思うが、音部のうんこからはガスが取れる。それが除染のための燃料になるんだぜ。へぇ、燃料って言われて機械の動力に使うのを想像してたけど、毒の植物を処理するのに使うんだね。うんこの回収装置は音部のお尻の方にしか取り付けられないぜ。まあ当然だね。建設場所はここでいいか。遠くて大変だが建設を頑張ってもらうぜ。排泄物回収装置が完成したぜ。これで音部のうんこを集められるようになったのか。垂れ流しになっていたうんこが貴重な資源に早変わりだぜ。
回収したうんこはそのままじゃ使えないから、次に堆肥化する施設を建設するぜ。こう見ると村人たちの行動範囲がどんどん広がっているね。移動しやすいように道も作っているが、さすがに端っこの方まで移動するのは大変だぜ。行動範囲の拡大に伴い人手が欲しいと思っていたら、遠征隊がまた人を見つけてくれたぜ。おお、一気に4人も増えたよ。これで人口が38人になったな。ここまでは10人ずつ人を増やすと人口レベルが上がっていったから、あと2人やってきたらまた村人たちが求める生活水準が上がるのかな。おそらくそうだろうな。今はさらにいい住居も良い食事も提供できないから、一旦ここで村人を迎え入れるのはストップしておくか。せめて食と住、どちらか一方の水準を引き上げたいね。堆肥置き場が完成したぜ。ここでただのうんこを使える資源に加工するんだね。ここの生産品をバイオガスに変えてやれば、除染用の燃料を生産してくれるぜ。堆肥を選ぶと、畑の生産量を上げる肥料になるが、これ使う必要あるのかなって感じだぜ。肥料を使わなくても野菜の成長ってむちゃくちゃ早いからね。よほど人口が多くなった時以外使うことはなさそうだな。というわけでバイオガスの生産を始めていこう。燃料生産の準備も整ったことだし、いよいよ除染施設を建設するか。これが聖なる炎で毒の植物を焼き払うための施設、除染所だ。今のところ雲部の行って二毒エリアはないけど、早く完成してほしいね。おわ、目の前に毒の森が出てきたぜ。あの毒の森に入ったところで除染所の試運転をしてみようよ。そうだな。除染所が完成する方が早そうだし、ちょうどいいテストになると思っておくか。三人がかりで最後の仕上げに入ったね。よし、除染所が完成したぜ。これで毒の霧に包まれてももう怖くないよ。お、住民が一人、除染所に配属されたな。おお、物々しい格好をして出てきたよ。火炎放射器で武装しているのか。なお燃料を持っていないため、先端から吹いている火はお飾りの模様。火がお飾りとは一体、うごごごごご。ところでこの人はどこに行こうとしているんだ。堆肥置き場で生成されたガスを持って行こうとしているんじゃないか。施設の職員は、所属する施設で使用する資源の運搬もするからな。あ、本当だ。堆肥置き場に入っていったよ。バイオガスを除染所に持ち帰ろうとしているぜ。バイオガスの容器の形といい、持ち方といい、ボンバーマンみたいだ。まあ見えんこともないが。音符が毒の森に突っ込んだよ。お、除染隊員が動き出したぜ。道に生えた毒の植物のところに向かっているね。おお、燃やし始めたぜ。すごい、あっという間に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 。いやこれ結構燃やすのに時間かかってね。生木とかもまあ燃えにくいからな。枯れてない植物は意外と燃えにくいんよ。そして火炎放射が炸裂する脇を平然と通り過ぎる住民たち。これは危険な世界を経験しすぎて感覚が麻痺してますな。けど除染部隊がいることで毒の除去がスムーズに進むのは確かだね。素手で毒を取り除かない分、毒に侵されるリスクが軽減されるようだからな。燃料に余裕ができたら、増員して除染をしていきたいね。他の村人の手も借りて除染は無事に終了。一旦除染所を閉鎖しようと思ったが、作業員を一人残しておくことにしたぜ。なんで、除染所は毒の植物が発生した時だけ稼働させればいいじゃん。残す一人はバイオガスを除染所に運ぶ係だ。一般労働者はすでに水と食料の運搬でいっぱいいっぱいだから、あえて一人残してガスの運搬をさせるんだぜ。まあいいんじゃない。毒の植物に対抗する手段を獲得し、長かった熱帯地帯を抜けたところで今回はここまで。それでは、ご視聴ありがとうございました。今日も雲部と共に歩いていこう。早速だが雲部が疲れて眠り始めたな。そこに容赦ない嵐が叩き込まれる？うわぁ、始まって早々街が壊滅だぜ。そして私は気づいたのです。は、いきなりどうした？度重なる災害を経験したけれど、一度たりとも貯蔵施設が壊れたことはないんだよね。そういえば食料庫や貯水タンク、資材置き場は全部きれいに残っているな。貯蔵施設はいまいちパッとしない建物だと思っていたけど、倒壊が起きる災害には強い。これがどういう意味かわかるかい、マリサくん。うわぁ、なんかうざ霊夢が出てきた。わからないなら教えてあげよう。建物が倒壊したらそこに貯蔵されていた物資がパーになる。それを防ぐためにも貯蔵施設は重要。
つまり資源はなるべく貯蔵施設に保管しておけば、災害時に資源をロスするリスクを減らせるというわけですよ。いや、修理された建物にはしっかり資源が残っているぜ。何が災害時の資源ロスを減らせる、だ。適当なこと吹かしてんじゃねえぞ。おかしい、こんなはずでは。まあとにかく、建物が倒壊する災害は、施設の操業が一旦ストップするだけの軽微な被害ってことがはっきりしたな。さっさと建物を修理して元の生活を取り戻そう。でも音部が嵐の経路で寝たままだよ。このままじゃ修理してもまた壊されちゃう。角笛塔を使って音部に歩くように命令を出そう。あ、角笛塔が壊れてる。このままじゃ命令が出せないよ。早く直してくれ。ほ、ようやく直ったぜ。早く音部に命令を出そう。音部歩け。音部が起きたね。まだ音部は眠たそうだが、頑張って嵐の影響を受けないところまで歩いてもらおう。しかし、歩き出すのが遅れて再び嵐に捕まってしまう。やっぱり角笛塔がすぐに使えなかった影響が出たかも。のう、せっかく修理した建物が、また修理しないとな。さて、次の研究はどうするべきかな。上級の研究は今一つ効果が有用なのかどうかわからないものが多いんだよね。まあ実際、今のところ現在の技術だけでもやっていけてるからな。悩んだ挙句、睡眠命令の研究を進めるぜ。これで音部に好きな時に睡眠を取らせられるよ。さっきのように災害のど真ん中で寝るのを防ぐことができるぜ。そして何事もなく睡眠命令の研究が終了。平和すぎる。まあ今まで散々危険地帯を放浪したんだから、たまにはこんな感じで平和が続いてもいいだろ。次の研究はどうしようか。そろそろ新しい建築物を建てたいから、新素材を製造する施設の研究をしよう。新素材？鉄とガラスだぜ。今作れる建物は木板と石板があれば建築可能だが、この先研究を進めれば、この二つの素材を必要とする建物が出てくるぜ。さらに上位の建物ってわけだ。てなわけで、次の研究は鉄を生成するための溶鉱炉だぜ。産業が活発になりそうだね。だが新しい施設ができるということは人手が必要になるということだ。さすがに今の人数じゃ村の運営が難しいから、今回は積極的に人を入れていこうと思うぜ。大丈夫、人口レベルが上がって住民たちがまた贅沢したくならない。大丈夫、産業推進と並行して食べ物の種類も増やしていくつもりだ。そっか、それなら住民からも大きな不満は出なさそうだ。製材所が大きな切り株を切り倒してくれたぜ。やっと邪魔な切り株がなくなったね。ここの製材所はもう役目を終えたから解体しておくぜ。村人が解体を始めたね。解体が終わったね。建物を解体すると、建設に使った資源の半分が戻ってくるぜ。解体すると資源が減るのか。だから無駄な建築はなるべく控えた方がいいんだぜ。さてと、すっきりとしたことだし農場をちょっとばかり拡張しますか。これでさらに多くの食料を確保できるね。まあ耕作地の面積に合わせて人でも増やさないと意味ないんだがな。さてと、次は新しい資材保管場所でも建設しようか。おお、大きな建物だね。これは倉庫。今使っている資材置き場よりもずっと多くの資源を保管できるぜ。こいつをアクセスしやすい村の中心に建ててやろう。完成が楽しみだね。お、目を離していた間に完成していたぜ。これが倉庫か。立派な建物だ。倉庫は全ての資源を250個ずつ保管できるぜ。資材置き場と比べると、ジャワカレーと星の王子様カレーくらいの差があるよ。なぜカレーに例えるんだ。とにかく、この倉庫がいっぱいになるくらいの勢いで村の生産力を上げていこうぜ。分かれ道は砂漠地帯を嫌って曲がることにしたよ。放浪者の一団が見えるが、音部との合流には間に合いそうにないな。せっかくの人手獲得チャンスが。まあ人を増やす機会はいくらでも巡ってくるさ。さてと、次は製粉所を建設しよう。この風車が製粉所か。風力を使った製粉というのは伝統的な技法だからな。ここら辺に建設しておくか。これで小麦を小麦粉に加工できるね。小麦はさすがに生で食べることができないから、これで小麦粉にするぜ。そして小麦粉はベーカリーでパンに加工するよ。待望のパンがもう少しで出来上がるぜ。製粉所とベーカリーが完成したぜ。製粉所では2個の小麦を3個の小麦粉にして、ベーカリーでは3個の小麦粉を4個のパンにするようだ。
手間がかかるが小麦2個から4個のパンができるってことだな。さて、パンの生産体制は整ったが、肝心の小麦を栽培しないとな。2つある農場の1つを小麦畑にするぜ。小麦は暑さ寒さに多少の強さがあるみたいだね。異常気象に見舞われない限り育つ優秀な作物だな。これで新しい食料が確保できたね。パン、ビーツのスープ、ベリーのおかゆ、3種類の食事を住民に提供できるようになったから、これで人口レベルを上げても大きな不満は出ないだろう。胞子雲の中に突入している時に、探索隊から開拓団を見つけたという報告があったよ。もちろん村の発展のために迎え入れるぜ。このために食事内容を改善したんだからね。これで人口が40人を突破したが、人口レベルは上がらず集落のままになっているぜ。今までは人口が10人ずつ増えれば人口レベルが上がっていたのに、今回は違うのか。まあいい、まだ人口レベルが上がらないなら気にせずどんどん人を入れていくだけだぜ。毒ももう怖くないし、オンブ村の発展が今加速するよ。よし、ここからはオンブ村の産業を推進していくぜ。まずは新時代の到来を告げる溶鉱炉の建設だよ。完成したね。そそり立つ反射炉が美しいぜ。ここで上位の建物を作るための鉄が生産されるわけだね。溶鉱炉では、2個の鉄鉱石から1個の鉄を鍛造できるぜ。鉄鉱石は遠征隊が鉱山や採石場から取ってきてくれる資源だね。オンブの背中にはない資源だから、今後は遠征隊の活躍がますます重要になりそうだな。とりあえず今まで貯めた鉄鉱石があるから、それを鉄に加工していこう。さて、鉄作りは住民に任せて私たちは次の指示を出していこう。また製材所を建てて大きな切り株を伐採するんだね。今回は木材入手というより土地の拡張が主な目的だな。切り株を解体して土地を確保するんだね。でもそれでいられる土地なんてビビたるもんじゃないの。オンブの背中は広げようがないからな。こうしたビビたる拡張でも重要なんだよ。研究が終わったよ。完了したのはガラス工房の研究。これで鉄と並ぶ重要な建材、ガラスが生産できるぜ。次は最上級の住居であるコテージを研究しよう。あ、マリサ、知識ポイントがゼロになっちゃったよ。うわ、本当だ。参ったなぁ。残る研究は知識ポイントを必要とするのがほとんどだぜ。ということは知識ポイントを見つけないと研究がストップしちゃうのか。目新しいシーンを見るためにはめちゃくちゃ時間がかかりそうだぜ。とにかく、聖堂に遠征隊を送れば知識ポイントは手に入る。今後音部の周りに聖堂が見えたら優先して遠征隊を送っていこう。ピエン、順調だと思っていた音部村だけど、ここに来て薬草の在庫が危うくなってきた。在庫10個で毒の森に突入したぜ。人が増えたから薬草の消費も上がっているのか。薬草園の人手を増やして増産するしかないな。今はこの在庫で耐え忍ぶしかないね。もっと薬草の在庫機にかけておくべきだったな。その後薬草の在庫は持ち直したよ。ふう、一時はどうなることかと思ったがなんとかなったな。今後は増えていく住民のことを考えて、食料だけでなく薬草も増産させていくぜ。それじゃ次はガラス工房を建設するよ。鉄とガラスがあれば建てられない建物はもうないぜ。建築四天王が頑張って作業しているよ。なんだよ建築四天王って。お、バカ言っている間に完成したな。ガラス工房では7個の砂から1個のガラスを生成するみたいだね。むむ、使う砂の量が多いな。砂は砂丘に遠征隊を送ることで入手できるよ。そして砂丘は砂漠地帯にしかないぜ。ガラスをたくさん生産するには、あのカラカラに乾いた砂漠地帯を定期的に通るしかないのか。もう砂漠なんて四方八方砂なんだから、排泄物回収装置とかでドバーってすくい取ればいいのによ。きっと砂にも品質というものがあるのさ。ガラス職人が早速仕事をしているな。材料が多いから砂を運ぶだけでも重労働だ。工房と資材置き場を何度も往復することになりそうだな。あ、マリサ、音部の足元に放浪者の一団がいるみたいだよ。放浪者たちはどうやら毒に侵されているみたい。もちろん彼らを迎えて治療を施すぜ。これでこの村の人口は45人になったね。村人はとりあえず人口レベルが最大になるまで増やすとして、その後はどれくらい招き入れるつもりだ。ここは切りよく100人を目指そう。今の倍以上だぞ、大丈夫かよ。なんとかなるなる。
そして100人の村人を乗せた後、やっぱりおんぶ、100人乗っても大丈夫、と高らかに宣言するのだ。しょうもな。そしていよいよ研究が止まりそうだぜ。知識ポイントがなかなか手に入らないんで、この研究を終えたらしばらく研究ができそうにないぜ。これは裏で長々とした作業が必要なやつだ。ふーむ、知識ポイントを得やすいようにしていくか。え、そんなことできるの？おんぶの周りに土地が見えるだろ。うん、そうだね。こんな風に周囲を見渡せるね。この視認範囲を広げる偵察塔という施設があるんだ。へえ、こんな便利なのがあるんだね。偵察塔を建てれば周りがもっとよく見えるようになって、遠征隊を送れる範囲が増えるんだぜ。つまり聖堂が見つかる機会も増えるから、知識ポイントが溜まりやすくなるってわけだ。なるほど。と言いたいところだけど、偵察塔の研究をするのに知識ポイントが4も必要じゃん。この4ポイントはコツコツ貯めるしかないな。コテージの研究が終わってコテージを作れるようになったぜ。小屋よりもちょっと大きいね。だけど1軒に住める人数は小屋よりも少ない4人なんだぜ。1人がそれだけ広い部屋に住めるってことか。人口レベルが最大になったら、みんなコテージに住みたがる。だからこれからは住居はコテージしか建てないようにするぜ。コテージ建設には鉄とガラスも必要だから大変そうだ。それだけ資源集めを頑張らないとな。おんぶの行く手に嵐が待ち受けているぜ。まあ今さら嵐くらいどってことないよ。だがおんぶの眠気が結構来ている。このままじゃまた嵐の通り道で寝るかもしれないぜ。というわけで嵐の通り道に入る手前で、おんぶに寝る命令を出してみたぜ。今回取得した新しい命令だね。おんぶは命令を聞き入れてその場で寝てくれたぜ。この命令が出せれば、災害地帯のど真ん中でおんぶが寝るという事故を防げるね。寝ると災害が長続きするからな。それじゃあ今回はここまで。次回は偵察塔の建築を頑張るぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。今日もおんぶと共に歩んでいこう。前回は鉄とガラスが作れるようになって、最高級の住宅コテージを作ったんだったな。コテージに住めるようになった住民たちは、今の生活に大変満足しているよ。ならコテージを追加していこう。住民全員がコテージ住まいになるようにしていくぜ。別れ道がやってきたけど、次はあえて厳しい砂漠地帯に飛び込むよ。砂漠地帯じゃないとガラスの材料の砂を入手できないからな。くそ、実家に帰れるなら近所の砂場から砂を回収できるというのに。近所の人に迷惑かけるだろうが。というわけでおとなしく砂漠から砂を回収するぜ。あ、ちなみにコテージは作れるようになったらコツコツと作っていくという感じだよ。住民は一切住居を利用しないから、適当な空いたスペースにコテージを建設していくことにしよう。砂漠地帯に入ったから新しい農場を建設するよ。この農場では水の確保のためにサボテンを育てていくぜ。まあ、サボテンから水を手に入れる必要があるのかと疑問に思うくらいの水の在庫があるんだけどね。1000近い水の在庫、これがなくなることはそうそうありえないぜ。給水タンクと空気井戸をたくさん建設したことで、ダムのような貯水量を確保することに成功。これで砂漠地帯も怖くない？そして砂漠を進んでいる時に放浪者の一団と遭遇したぜ。彼らを仲間に加えるよ。3人の人々が村に入ったことで、おんぶ村の人口は50人になったぜ。あ、人口レベルが上がったよ。最後の人口レベルは50人でアップするのか。これで住民たちはさらなる贅沢を望むようになるけど、私たちはそれに応える準備ができているよ。食事はベリーのおかゆ、ビーツのスープ、パン、あと砂漠地帯ではトウモロコシのかゆを提供できる。最高の住居であるコテージもこれからどんどん作っていくよ。毒に侵された世界で、おんぶの背中を人類最後の楽園にするんだぜ。砂漠地帯がもう終わりそうだよ。意外と早かったな。水の在庫を800くらい残して砂漠地帯を後にしたよ。やっぱ普段から水を貯めておくことが重要なんだぜ。もう砂漠地帯も怖くないね。これからは砂を確保するためにどんどん足を踏み入れるよ。村の北側でベリーが大量発生しているから、新しいベリー採集小屋を建設するぜ。最初は安定した食料とは思えなかったベリーだけど、残しておくとここまで繁殖するんだね。ベリーは収穫だけで、種まきが必要ないからな。茂みがたくさんあれば農場より効率よく食料を生産するぜ。最初に株を取り尽くさないで正解だったね。そして新しいベリー小屋の近くに、二つ目の薬草園を建設するぜ。住民も50人になったし、生産強化だね。
まあそれもあるが、最近毒の雲や毒の森が旅を始めた頃より増えた気がしてな。住民が毒に侵される回数が増えるかもしれないから、それに備えるんだぜ。そういえばそんな気がするよ。なんで増えたんだ？本部が毒の多い地域に向かって進んでいるのかもしれないし、この毒は胞子を飛ばして増殖するから、毒の量自体が増えているのかもしれない。まあ理由はともかく、薬草をたくさん生産できる体制を整えておけば、今まで通りの生活ができるだろう。備えあれば憂いなしってね。三方向を大きな毒の森に囲まれたぜ。砂漠地帯なのに毒の森があるよ。砂漠で毒の森は初めてだな。砂漠の気候でも毒の胞子が繁殖するのか確かめてみるとするか。砂も手に入るしね。それ、毒の森に突入するぜ。うわ、砂漠地帯なのにしっかりと毒の胞子が根を張っているよ。毒と乾きのダブルパンチだな。しかし、今の私たちならこの二重の苦境も乗り越えてみせるよ。毒の植物はいつも通り収穫指示を出しておこう。除染部隊だけじゃ荷が重いから一般労働者にも除去作業を手伝ってもらうよ。早く取り除かないと音部の背中が毒まみれになるからな。みんな頑張れー。ふむ、毒の除去は順調に進んでいるな。そのうち毒の植物は完全になくなるだろうね。見落としがないようにチェックしているが、万が一見落としたとしても除染所が機能していれば、除染部隊が自動で焼き払ってくれるから安心だぜ。除染所があれば精神的に楽になるね。毒の除去に気を取られて、ビーツをトウモロコシに変更するのを忘れていたよ。こういううっかりミスはなくしていきたいぜ。こういう小さなことで村が、ってなんだ？おお、この人は長老ノートの著者の村の長老。長老むっちゃジブリ顔ですやん。いつもは表には出てこないのに、一体どうしたんだ？本部の死体。とても悲しく残念な光景ぜ。一つ間違えれば我々も同じような運命を辿っていたかもしれん。しかし、根性と協力、そして何より君たちの導きのおかげで、ここまでなんとか生き残ることができた。ここまで生き延び続けたことを記念して、協力の記念碑のようなものを建てるべきじゃろう。それこそがわしが最後に尊重のバトンを渡すいい機会かもしれんな。長老は何を言ってんのかと思ったが、よく見ると奥の方に音部の死体があるぜ。死体からは毒の胞子が立ち上っているよ。あの音部は毒にやられたんだろうな。私たちの音部は、住民たちが適時薬草を与えているから元気だけど、治療をしなかったらあんな風になってしまうんだね。なんだか音部、顔を下に向けて悲しそうにしているぜ。きっと仲間の死を悲しんでいるんだね。それから音部は死んだ仲間に寄り添うように、その場に座り込んで眠り始めたぜ。その光景はまるで仲間の死を悼んでいるように見えたよ。死体が発せられた毒が音部を包むが、それでも動こうとしなかった。やっと会えた仲間が死んでいたことを、音部は受け入れられないのだろうか。この広い世界には、まだ他の音部たちがいるはずだ。私たちの音部が仲間に出会うことができるまで、私たちも音部も、元気で居続けようじゃないか。もちろんだとも、ただ今は、悲しみを受け入れる時間を音部に与えてあげよう。マリサ、いつの間にか音部をかたどった記念碑が作れるようになっていたよ。さっき長老が言っていたここまで生き延びた記念碑だな。私たちはこの世界を100日間生き延びた。それを記念しての建築物だ。100日ならワニより長生きだぞワニより。まあこれはもっと後で作ろう。そうだね。せめて100人の村にしてから建てたいね。というわけでもうちょっと村の開発は続けるが、この記念碑を建てるスペースは残しておこう。そこそこの大きさがあるからね。あと、さすがにこれ以上音部を毒が多い場所に寝かせるわけにはいかないので、角笛塔を使って歩いてもらうことにしたぜ。音部の毒素も結構溜まっているから、急いで治療しないとね。そして周囲を見ると聖堂を発見。早速遠征隊を派遣して知識ポイントを回収するぜ。偵察塔の研究のためにも知識ポイントは確保しておきたいね。今回は他にもどんどん探索をしていくぜ。住民が増えたから遠征所にずっと人を置いておけるからね。今までは目星い探索場所がないと遠征所は閉鎖して、物資の運搬に人を回していたからな。お、霊夢、遠征隊が久しぶりに指示を仰いできたぜ。遠征隊が鉱山に足を踏み入れた途端、地面が揺れ始めました。天井から巨大な岩が落ちてきて、出口が塞がれてしまいました。大変だ。出口を探すことを優先するか、それとも出口は後回しにして予定通り鉄鉱石を探すか、どっちにする？こんな緊急時に資源探しなんてできないよ。
もちろん出口探しを優先だ。必死に出口を探していると、一人の隊員がレバーにつまずきました。大きな石が動き出し、出口が開きます。一行はありったけの石を手に取り、その場を後にしました。隊員たちは無事に脱出でき、おまけに石材も確保できたぜ。ほ、よかった。霊夢、また遠征隊から連絡だ。坑道内を進むと、巨大な産業施設跡に到着しました。そこにはオンブのような巨大生物が身につけていたであろう、錆びついた古いプレートアーマーの破片が転がっています。オンブ用のプレートアーマーだと。なんだ、古代人はオンブを戦いに投入していたのか。まあ輸送船みたいに多くの人や物資を運べるからね。で、このプレートアーマーの破片はどうするんだ。もちろん持ち帰ってもらうよ。おお、アーマーを持ち帰ったら鉄を30個も入手できたぜ。これはものすごい儲けだ。鉄鉱30回分の探索くらいの成果だよ。サンキュー古代人。霊夢、また遠征隊から報告だ。これで3連チャンだね。砂漠を歩き回った遠征隊員たちは、早く水が飲みたくてたまりません。しかし、そこには干上がった川底があるだけでした。上流に向かって水源を探すか、周囲の資源を回収して帰るか、それともさっさと村に帰るか、どうする？ちなみに水源を探す場合は遠征隊に持たせた水は全てなくなるぜ。ふむ、ここは水源を探してもらおうか。水は少し減るけど、きっとそれに見合うリターンがあるはず。わかった。それじゃあ水を15個消費して、上流の方に探索に行ってもらうぜ。干上がった川を遡っても何も見つけることはできませんでした。こんなこと許されてええんか。投資した分が必ず回収できるわけじゃないんだぞ。霊夢、また遠征隊からだ。今回このパターン多くない？間違いなく多いぜ。日陰を求め、崖の下を歩く遠征隊員たち、すると、何やら踊っている部族に遭遇しました。お、異文化交流会の時間か。隊員たちは日陰を探している。部族民はここらの地理に詳しいわずだから、水を払って避難場所を聞くことができるぜ。もちろんそうしよう。どうやら部族民の踊りは雨乞いの儀式だったらしく、水を大層喜んでくれたぜ。お礼にトウモロコシを48個も遠征隊にプレゼントしてくれたぜ。これは思わぬ収穫となったね。マリサ、知識ポイントが溜まって、偵察塔の研究ができるようになったよ。これは保留にする必要はないな。偵察塔の研究を始めるぜ。偵察塔の研究を始めると同時に、フードスタンドを建設するよ。フードスタンドは僻地の作業員に料理された食事を提供する施設だぜ。フードスタンドには料理を運ぶ従業員がいるから、食事はその人が補充してくれるよ。これがあれば、僻地にいる職員が町の中心にある食料庫まで食べ物を取りに行かずに済むぜ。作業の効率がアップするよ。フードスタンドが完成したぜ。これで立ち食いそば的な感覚で食事を提供できる。みんな普段から立ち食いしてるだろ。お、霊夢、遠征隊からの連絡だぜ。今度は村で何か起こっているようだ。一行が到着すると、大きなイベントの準備で忙しそうです。伝統的な収穫祭を催す予定ですが、今年は収穫が悪く、もう少し食料が必要だそうです。中止にしろ。まあそういうな。ベリー30個送れば収穫祭が開けるみたいだぜ。自分たちで育てた作物じゃないのに、それを奉納して収穫祭の意味があるんですかね。おら、村の年に一度のお祭りなんだからベリーくらい提供してやれ。わかったよ。お。オンブ村の住民も収穫祭に招待されたようだ。住民たちは楽しいひとときを過ごしたことで、士気が向上して生産効率がアップしたぜ。ひょっとして素手で木や石を砕けるようになったりして、いません。まあせいぜい作業効率 30% アップってところだな。それでも十分すごいや。この効率アップが続くのはせいぜい3日程度だが、住民たちがリフレッシュできてよかったぜ。ここで製粉所とベーカリーを追加するよ。小麦の在庫が増えているから、もっと早く食料にしようって魂胆だぜ。小麦は他の食材と違って生でボリボリやれないからねー。加工を強化して無駄な在庫にならないようにするよ。霊夢、偵察塔が建設できるようになったぜ。早速作ってみよう。ふむ、どうやら偵察塔は遠征小屋と同じく、本部の背中の隅の方にしか建設できないようだ。遠くの方を見渡すために端の方に作る必要があるのかな。ここら辺に建設しておくか。偵察塔に必要な資材は結構多いね。ガラスの在庫が危うかったがギリギリ足りたな。完成したぜ。みたいな形してんな。
汚い心おめでとう。さて、これで視認範囲が広がったぜ。見える、見えるぞ。暗雲が切り裂かれたようにはっきり見える。あとかなり先にある災害も見通せるようになったから、分かれ道でより安全なルートを選択できるぜ。これはもう勝ち申したな。ここで毒に侵された放浪者を見つけたぜ。彼らを助けるよ。これでオンブ村の人口が74人になった。もういちいち紹介していなかったが、村人が増える機会が来ればずっと迎え入れていたからな。目指せ100人のオンブ村。さてと、土地の開墾も順調に進んでいるな。しれっと作られている採石場、ここの切り株もそのうち伐採して農地にしたいな。100人を支えられるくらいの生活基盤が必要だからね。採石場で巨大な岩塊を分解したぜ。この新しくできたスペースに2つ目の遠征小屋を建設するぜ。遠征範囲が増えたから遠征隊も増員する必要があるからね。遠征小屋の隣に遠征小屋が完成。デュアル遠征小屋搭載のオンブの背中になったよ。パソコンじゃねえんだぞ。早速遠征隊を派遣してみよう。まずは近くの砂丘に遠征隊を派遣。それから遠くの砂丘にも遠征隊を派遣だぜ。おお、ちゃんと2箇所で遠征が行われているよ。これで砂、鉄鉱石、知識ポイントが集めやすくなったぜ。遠征能力がパワーアップしたところで今回はここまで。それでは、ご視聴ありがとうございました。今日もオンブと共に歩んでいこう。お、新しい農場ができているな。そして植えられているのは、トマトか。みんな大好きトマト。なお、私はトマトは好きだがミニトマトは嫌いだ。なんでだよ。ちなみにトマトは暑さに強い作物という説明だったけど、実際には寒さに弱い作物って感じ。適温と暑い環境でしか成長しないぜ。暑さに強いなら猛暑にも耐えて欲しかったね。それでトマトももちろん料理できるよ。この調理場ではトマトを焼きトマトにしているのか。卵と一緒に炒めたトマトがうまいから、焼いたトマトもうまいに決まってる。そうかな。そうかも。とにかく、村の食事のレパートリーにまた新しい料理が加わったね。村人から生活の不満が出ることは今後ないだろうな。それと前回から2ヶ月以上の月日が流れたよ。その間に研究をかなり進めておいたぜ。残る研究は5つだけという状態だよ。村の人口も88人まで増加。目標の100人まであと少しというところまで来たよ。残り12人が集まるまで、研究を終えて新しく作れるようになった施設でも見ていこうか。まずは育樹園という施設を建設するよ。育樹園は母樹から苗木を収穫する施設だぜ。母樹っていうのは葉がやや黄みがかった木だよ。育樹園の周りに母樹がたくさんあれば効率が上がるみたいだな。ここなんてぴったりじゃないの。じゃあ建設指示を出しておくぜ。育樹園が完成したぜ。木が邪魔で全体が見えないよ。まあ仕方ない。で、この育樹園、木を育てるという名前なのにあることは苗木の収穫だけだ。木を育てないのか。収穫された苗を育てるのは、植林場という施設の仕事だぜ。こいつが植林場だ。これを建設しないと、育樹園はあまり意味のない施設になるわけだね。おう、植林場も建設するぜ。場所はここでいいか。苗木も草原でしか育てられないようだし。ほい、サクッと完成だぜ。ここで植林をするんだね。まず畑と同じように植林をする範囲を指定するぜ。左側にまとまった植林地を確保しておこうか。おう、そうだな。とりあえずこの4列を範囲に指定するか。植林場の作業員が開墾してくれている間に、育樹園の様子でも見ておこう。もう運営しているかな。お、見てみろ霊夢。育樹園の職員が苗木を採集しているぜ。母樹の下でゴソゴソしているね。育樹園の職員が苗木を運んでいるぜ。きっと植林場まで持って行ってるんだね。植林場まで運び終えたな。あとはここの職員の仕事だぜ。早く植えてくれないかな。植林場の職員が苗木を植え始めたぜ。本当だ。あ、スコップを使って地面を掘っているね。耕作と違って地面の深いところに苗木を植えるんだな。お、ちゃんと苗木が植えられたね。苗木は普通の木と同じく、水をやらなくても勝手に成長していくようだな。だけど、施肥することで通常よりも早く木を成長させることもできるみたい。おや、そこの作業員、木を切ってるな。あれ、別にそこに伐採の指示は出してないんだけどね。今度は隣の木を切り始めたぜ。一体どうなっているんだ。ああ、そういうことか。
マリサは勝ったの？あの作業員は植林場の職員で、植林場の範囲内にある木を伐採しているんだよ。植林場は伐採場も兼ねていたのか。まあ成長した木を伐採する必要があるからな。まあとにかく、これで未来永劫木材が安定して生産できるようになったね。だがぶっちゃけるともう木材の需要はほぼないんだがな。それもそうか。木材に燃料とかの別の用途があれば、この植林場ももっとありがたい施設になると思うぜ。オンブが砂漠地帯に入ったよ。灼熱の砂地、できるだけ早く通り過ぎた方がいいでしょう。何これ、今までにないアナウンスだ。うわ、オンブが超高温の砂の上を歩いているぜ。そのせいでオンブの体力が減っている。本当だ、ちょっとダメージを受けているよ。それにこの砂地の上にいるときは、気候が猛暑扱いになって作物の育成が止まるみたいだ。村の生活にも影響があるのか。オンブには早くこの場所から出て行ってもらおう。ふう、無事に灼熱の砂地を抜けたよ。お、ここにオンブの寝床があるな。オンブの体力が減ってしまったが、寝ることでそれを回復させることができるんだぜ。へえ、ならちょうどいいね。オンブも眠たいみたいだし、ここで体力を回復してもらおう。しっかり休んでくれ、オンブ。再び歩き出したオンブだが、また灼熱の砂地に侵入しちまったぜ。オンブの体力がみるみる減っている。砂地から抜けたが、オンブの体力が 67% になっちまったぜ。この砂漠地帯を横断するのに3割の体力を持っていかれたのか。さっきも言った通り寝れば回復するんだが、今回はちょっとオンブを治してやろう。オンブ診療所は毒の治療だけでなく、傷の治療もできるんだ。薬草を30個も消費するが、オンブの体力を 20% 回復させられるぜ。薬草30で体力 20% 回復。なんか効率悪い気がするね。私もそう思うぜ。村が十分発展した今では薬草の在庫が何百個もあって気軽に治療ができるが、これが物資に乏しい序盤や中盤だと、オンブの傷の治療をためらうな。薬草は基本、毒の治療に使うからねー。おっと、話をしている間に診療所の職員がオンブの治療をしてくれたぜ。オンブの体力が 87% まで回復したよ。あとはオンブの睡眠だけでも十分そうだな。灼熱の砂地、注意すべき自然の猛威だね。さて、砂漠を越えたことだし、次はこれを立ててみようか。血液抽出器、オンブの心臓から鼓動の度に自動的に血液を抽出します。オンブの空腹度が若干増加し、健康状態と信頼度が若干低下します。は？なんだこのオンブに厳しい施設は。それにオンブの血液って何に使うのさ。食事や薬の材料になるぜ。いらない気がするけどな。まあ正直いらんか、こんなこともできるんだって紹介だな。で、この血液抽出器、建設できる場所がかなり限られているな。右上の土地の方にしか建てられないみたいだね。まあ私たちも採血の時、腕からしか血を抜かれないから同じようなもんだな。ここら辺に建設しておくか。この施設が完成した時、オンブは一体どうなってしまうのか。完成したぜ。これでオンブが鼓動をするたびに血液が吸い上げられるぜ。うわ、緑色の液体が出てきているよ。それがオンブの血液だぜ。あ、オンブの体力がちょっと減ってるよ。どうやら1回の抽出で体力が 1% 減るみたいだ。つまり100回抽出したらオンブが死んじゃうってこと。まあ睡眠も挟むだろうから、単純に100回ってわけじゃないだろうが、着実にオンブの体力を蝕む施設だな。こんな非オンブ動的な建物、さっさと機能停止にしちゃいなよ。まあまあ、オンブの血液が活用されるところまで見てみようじゃないか。今完成した調理場では、オンブの血液を使ってブラッドソーセージを作ってもらうぜ。ブラッドソーセージは家畜の血液をソーセージにしたものだね。まあ血液以外のものも腸詰めにしているがな。聞いたことはあるけど実物を見たことはないな。今回それを振る舞ってやるぜ。食べるのは村人たちだよ。調理場でブラッドソーセージが調理されているぜ。あ、料理人がブラッドソーセージを持って出てきたよ。形的にブラッドソーセージというよりもブラッドプディングって感じだな。確かにプリンみたいな形をしていたね。それからブラッドソーセージの調理場には、次々に人がやってきたぜ。行列のできるブラッドソーセージ屋になってしまう。村人たちが動物性タンパク質に飢えていたことがよくわかるな。このままでは獣神に目覚めた村人がオンブを食い尽くしてしまう。というわけで血液抽出器は停止させるよ。
私たちは食料に困っているわけではないし、オンブの体力を回復させるための薬草ももったいないしな。オンブは友達、その友達を傷つけるようなことはしないよ。オンブ村もバチカンをしのぐ立派な都市に成長した。サイズはバチカンと同じくらいでも、建物の質は向こうのが上だろ。まあとにかく、大きくなって住人たちの移動が大変になっている。そこで道を新しくしようと思うよ。今は土の道を敷いているけど、これを石の道に作り直す。石の道は石板を一つ消費して作れるぜ。とりあえず、農地の北側を試作的に石の道にしようか。石の道が完成しているが、どんな感じだ。ちょっと様子を見てみようか。土の道との明確な差異というものが見られなかったよ。道がない場所と比べると圧倒的に速いというのはわかるんだがな。これは、全部の道を石の道にする必要性が感じられませんね。石の道は石板を消費するし、なんか土の道でも十分って感じがするぜ。石の道の敷設は住民たちがよく通るところだけに留めておこうか。霊夢、100人の村を目指すために開拓者を集めていたら、人口が98人になったぜ。おお、あと少しで目標の100人になるじゃないか。もう一つの遠征隊を集落に向かわせている。だからもう人口100人達成は目前だぜ。やったぜ。霊夢、その遠征隊から報告だ。私たちの仲間になりたいという開拓団を発見したそうだ。もちろん迎えるよ。5人の人々が仲間に加わり、オンブ村の人口は100人を突破したぜ。長かった。ここまで本当に長かった。ところでオンブの様子はどう？ああ、何の変わりもないぜ。さすがオンブだね。これだけの人数を乗せても平気だなんて。やっぱり、オンブ。100人乗っても大丈夫。誰なんだよそれ！バカバカしい！村人も100人になったことだし、記念碑を建てたいところだが、まだ紹介したい施設があるから先にそっちを済ませよう。なんだこれは？これは実験ラボ。オンブの血液から水を生成できるほか、オンブ用の薬をいろいろ生産できるんだぜ。他の施設と比べると随分経路が違うね。実験ラボを使ってオンブ用鎮痛剤を作ってみようと思う。オンブ用鎮痛剤。オンブの体力を回復させ、一定時間オンブの体力を減りにくくする薬だぜ。材料はオンブの血液だから、さっきの抽出器を稼働させれば原料を得られる。またオンブを傷つける気か？まあ待て、ちょっと確認しておきたいんだ。オンブの血液を採取するとオンブの体力が減る。しかし、オンブの血液から作れるオンブ用鎮痛剤には、体力を回復させ、さらに体力を減りにくくさせる効果がある。ひょっとしたら鎮痛剤を投与すれば、オンブが体力を減らさずに血液を集められるんじゃないか。むむむ、言われてみれば？というわけで検証を開始するぜ。まずはオンブ用の薬を投与する注射器を建設。これがないと薬があっても意味ないのか。オンブ用鎮痛剤がセットされたから、早速投与してみるぜ。注射器の隣に代謝が動き出したね。これでオンブに鎮痛剤が投与され始めたぜ。オンブの体力がどう変化するのか要チェックだ。あ、オンブの体力が回復したよ。同時にダメージ軽減の効果を獲得したぜ。でも回復量はいまいちかも。鎮痛剤はオンブの血液からどんどん作れるから、在庫が枯れる心配はない。続けて投与していこうぜ。その後オンブに鎮痛剤を使い続けたら、オンブの体力は高い水準を保ってくれたよ。調理場でも再びブラッドソーセージを作れるようになっている。だが、やはりオンブの血液を抽出するのは中止にしようと思う。オンブの体力に懸念がなくても、オンブとの信頼関係に悪影響なのは変わりない。私たちは今までオンブと信頼関係を築けてきたからここまで生き延びてこれたんだ。それをわざわざ壊す必要なんて、ない。まあ確かに、オンブが私たちの言うことを聞いてくれたから、危険な土地を避けてこれた。オンブとの信頼は今後も大切にしていきたいね。というわけでこの地下採石場も必要ないな。何これ？これはオンブの背中に穴を開けて、石を無限に採掘できる採掘場だ。尿管結石でも取ってるのかな？だが石が取れる反面、オンブとの信頼が下がってしまうのだ。それは良くない。まあそれに、石が無限に取れるって言っても、石は常に消費する資源じゃないし、一時的に在庫が枯渇しても村にはノーダメージなんだよな。
それに石は遠征隊が取ってきてくれているし、この地下採石場はただただおんぶの機嫌を損ねる施設にしかなってないね。というわけで炭鉱閉鎖。地下採石場、お前何しに出てきたんだ。さて、新しい施設も一通り見せて、村人も100人になったことだし、ついに建設するか、私たちとおんぶの記念碑を。おお、待ってました。建設場所はここにしとくか。たくさんの住民が資材を運んできているぜ。前から思ってたけど、運搬する住民の姿って、サザエさんみたいだね。頭上に手をやる騎士官の正体はこれか。さて、資材を運び終えて建設が始まったぜ。ものすごい数の作業員が建設に参加しているよ。お、もうできそうだな。これは素晴らしい。お、長老が出てきたぜ。よくやった。この記念碑が何世代にもわたって決して諦めず、困難を乗り越えていけるように我々の仲間を勇気づけてくれることを願おう。そして、一番大事なことは協力の大切さぜ。協力がなければ、生き残ることは不可能に近かったぜろう。これでやっとわしも引退できそうぜ。君たちはこれまで直面したあらゆる障害を克服し、我々を豊かな未来へと導いてくれることぜろう。ザ・ワンダリング・リベッティの早期アクセス期間中。このじじいいきなりめたいこと言い出した。君たちならきっと乗り越えていけると信じておるぞ。というわけで私たちとおんぶの旅はここで一区切りだぜ。終わりは唐突に。まあ実際これ以上やれることはないしな。今後の世界の変容に期待しておくか。改めて記念碑を見るといいぞだね。巨人がおんぶをなでなでしているよ。いやそれは芸術でいう短美主義ってやつだろ。おんぶの背中に気づいた村は、どんな災害にも耐えられる強固なものになった。おんぶと村人たちはこれからもお互いに協力して、この世界を生き延びていくだろう。もはやこの村に、私たちの指導は必要ないね。ああ、ここでの私たちの役目は終わった。また別の場所に行って、町やらコロニーやらを開発するか。バイバイ、おんぶ。じゃあまた別のシリーズで会おうなんだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。